どうも皆さんこんにちは。仁王ではこのように本能寺の変が表現されています。本能寺の変とはどのようなものであったのか、返事当日6月2日の少し前から一体何が起きていたのかを太田牛一の新潮後期の記述を中心として見てみましょう。天正10年1582年3月、織田信長は甲州征伐で甲斐の武田勝頼、信雄親子を自害に追い込みました。これで信長に従わない主な武将は北陸の上杉、中国の毛利、四国の長宗我部くらいとなり、信長は天下統一を目前にします。同年5月15日、信長は武田氏との戦いに尽力した徳川家康と信長に内容した武田の元家臣穴山梅雪を安土で接待します。明智光秀はこの共謀役を命じられ、15日から17日の3日間家康一行をもてなします。なお秀吉に関する話をまとめた川澄太閤記には、光秀の用意していた魚が傷んで悪臭が漂っていて、これに気づいた信長が家康の宿所を光秀の屋敷から堀秀政の屋敷に変えるよう命じ、この様子では家康殿をもてなすことなどできまいぞと立腹したとありますが、新潮後期にはそのような記述はありません。中国地方で戦っていた秀吉は高松城を水攻めしていました。秋から毛利輝元らが軍勢を率いて駆けつけ、秀吉の軍勢と対峙します。信長はこれらの情勢を聞いて、今秋勢と間近に接したことは天の与えた好機である、自ら出陣して中国の歴々を打ち果たし九州まで一気に平定してしまおうと決心します。明智光秀、細川忠興、池田恒興、塩川吉太夫、高山右近、中川清秀らに先陣として出陣するよう命じ、帰国の許可を与えます。17日、光秀は居城の坂本城に帰り戦の準備をします。19日、信長は家康たちのために小上若太夫に舞を、梅若太夫に能を披露させます。この時舞は良かったのですが、能が不出来であったため信長は腹を立てます。能の後に舞を舞うのは本式ではなかったのですが、小上若太夫が再び見事な舞を披露したことで信長の機嫌は治りました。信長は二人に黄金を与えますが、梅若太夫にはけしからんとよく伝えた上で与えています。これに関して川澄太閤記には、信長が梅若の首を跳ねよと使いを立てたと書かれています。これが首を跳ねるぞという叱責の言葉を意味しているのであれば、新潮後期の記述に合います。しかし言葉通りに首を切り落としたというのであれば、新潮後期にはそのことは記されておらず冷酷です。20日、信長は丹羽長秀らに家康たちの接待を命じます。そして家康からすると恐れ多いことに、信長も膳を並べて一緒に食事をし、家康たちに敬意を表します。食事の後には家康たち全員を安土城に招待し、夏用の着物である片びらを送ります。21日、信長から京、大阪、奈良、堺の見物を進められていた家康一行は、信長に案内役を命じられた長谷川秀和と共に上洛します。また信長は織田信澄と丹羽長秀の二人に大阪で家康を接待するよう命じます。5月26日、明智光秀は中国地方への出陣のため坂本城を出て、京の西に位置する丹波の亀山城に入ります。27日、光秀は亀山城の北にある愛宕山を参詣し宿泊します。この時思うところあってか、2度も3度もおみくじを引いたと書かれています。28日、光秀は愛宕でレンガの会を催し、北句を次のように読んでいます。時は今、雨が下しるさつきかな、これは今、時はさみだれの降りしきる5月であると解釈できる一方で、時が時志士流の明智を、雨が下しるが天下を治めるを意味し、今こそ時志の所流である明智が天下を取る時だという意味が隠されているとも言われています。なお本能寺の変の後に、この連歌に参加した里村上派は秀吉に問い詰められ、光秀の北句の雨が下しるは雨が下なるであると訂正して許されたとも言われています。連歌に参加した者たちが信頼できる者たちで、光秀が天下を治める意味を込めて読んだのかもしれませんし、あるいは単にさみだれの降る5月だと読んだだけなのかもしれません。真偽は不明です。そうして百韻を読んで神前に収めました。その後光秀は
28日のうちに亀山城に戻ります。5月29日新朝後期では信長は古城の者たち 2,30 人だけを連れて上洛します。他の者たちには中国地方への先陣の用意をして待機させておくため、古城州以外は随行させませんでした。川澄太閤記では長男織田信忠とともに馬回りのみ引き連れ167騎で上洛し、信長は本能寺に、信忠は二条の御所に入っています。6月1日夜、新朝後期によると明智光秀は亀山で明智秀光、明智光忠、藤田伝吾、斎藤利光らと相談して信長を討つ計画を練り上げます。川澄太閤記にはその4人に水尾重友を加えた5人に打ち明け、それぞれに神仏に誓う起承文を書かせ、人質も出させたと書かれています。少し時間を戻して次のようにも書かれています。6月1日猿の刻午後4時ごろ、光秀は森蘭丸から飛脚が来て、信長が陣容を見るので軍勢を率いて京へ来るよう命じられたと伝え、兵を集めるよう指示します。鳥の刻午後6時ごろ、亀山の東の篠野に兵を集結させ、光秀が斎藤利光に兵の数を尋ねると、利光は1万3000と見積もります。そして光秀は軍勢と離れた場所で戦術の5人の家臣にのみ自分の考えを話します。3月3日の節句に岐阜に集まることがあり、わしは大名や皇家の前で面目を失ったのだ。その後信濃の上諏訪で折檻され、またこの度の家康殿の上洛に際し安土でのお宿を仰せつかった時にも、まるでわしが振る舞いの準備を油断したようにお叱りになり、にわかに西国人を命じられたのだ。このようなことが何度も重なると、ついには我が身の大事に及ぶのではないかと危ぶんでいる。それなら老後の思い出に一夜だけでも天下を望みたいと、このほど光秀は心を決めた。川澄太閤記では光秀はこのような理由で謀反を決意しています。ただし3月3日の岐阜と諏訪での折檻の真偽は不明も、新朝後期の記述から光秀は家康の供応役を5月15日から17日まできちんと務めているように思えます。これについてのお叱りは新朝後期と合わないように思われます。他にも信長を討つことで光秀にどんなメリットがあったか見てみましょう。土佐の長宗我部元親は信長と同盟を結び、四国での勢力を拡大しようとしていました。しかし信長は考えを変え、元親に土佐と阿波藩国の領有のみを認め、それ以外は返上するよう迫ります。この交渉に当たったのが光秀でした。光秀の重臣斎藤利光の兄石貝頼時の正室は長宗我部元親の正室と姉妹であり、長宗我部が明智家臣団と近い関係にあったことから、光秀は信長に四国を攻めさせたくなかったと考えられます。しかし元親は説得に応じず、天正10年1582年5月返事6月2日の直前、信長の三男神戸信孝を総大将とした四国攻撃軍が編成され、まさに四国攻めが行われようとしていました。光秀は取り次ぎ役としての面目を潰され、重臣斎藤利光の親族も危機に瀕し苦しい立場にいました。信長を討てば四国征伐を中止させ、一時はこの状況から脱することができそうでした。また織田家中内で光秀が羽柴秀吉と派閥争いをしていたとすると、信長を討って四国征伐を止めることで秀吉と関係を強めていた阿波の三好康長を抑え、秀吉の勢力拡大を防ぐこともできそうでした。もし光秀がこのように考えていたとしたら、秀吉の力を封じるどころか、これから中国地方へ秀吉の援軍に向かい、ライバル秀吉の勢いが増すのを手助けしなければならなかった光秀は冷静ではいられなかったかもしれません。前日の川澄太閤記の西国人を命じられたという憤りと一致しそうです。誤りが多いと言われる紅葉軍艦における光秀が武田と通じていたという記述がもし本当であったら、内通が発覚する前に信長を討つ必要があったかもしれません。ただし元武田24将の穴山梅雪が信長に光秀の内通を報告していないようなので、内通はなかったのかもしれません。あるいは梅雪が光秀の味方であったのかもしれませんが、これらの真偽は不明ですが、同様の不安は他にもあったのかもしれません。天正8年1580年8月、信長は家老佐久間信盛、家老林秀貞、安藤森成、丹羽氏勝らを追放しています。佐久間信盛は5年間本願寺に退治し、
7カ国の与力を与えられていたにもかかわらず、格別の功績もなく、武士らしく戦わず、金銭を蓄えることばかりに熱心で、武士としての心構えが不足している。また朝倉義景との戦いの時に口答えしたなどの理由でした。林、安藤、丹羽はかつて信長が苦闘していた時に逆心を抱いたという理由でした。ただし林秀貞は24年も前の信長の弟信行を擁立して信長と敵対したことが理由と考えられ、本当の理由は他にありそうです。いずれにしても織田家に何十年も仕えた重臣でさえ功績がなければ過去の過ちを理由に追放されるのではないかと、信長の家臣に多かれ少なかれ不安を与えたのではないでしょうか。光秀もまた自分が失脚した時の一族のことや、自分が他界した後の幼い長男光義の将来を心配したかもしれません。信長を討つことでそのような不安から解放されると思ったかもしれません。ただし光秀は佐久間信盛の追放のおかげで近畿で織田家中最大規模の軍団を統括していた信盛に代わって近畿地方の軍団を任され、その後の本能寺の変を実行できるに至っています。そのためか関西長州諸家府には明智光秀からの残言があったため、信盛は追放されたと記されています。なお関西長州諸家府は1800年頃成立したもので、その真偽は不明です。光秀はかつて仕えた足利義昭から離れて信長と共に義昭と戦い、その義昭は京都から追放されています。またかつて朝倉義景に仕えていた話が本当であったなら、かつて仕えた朝倉氏を信長と共に一条谷城の戦いで滅ぼしたことになります。信長に仕えたのが1570年頃からとすると、わずか10年ほどで丹波、滋賀郡、南山城を手に入れ、佐久間信盛の失脚により畿内方面軍を任され、織田政権で最も力を持つ家臣の一人になっています。このような輝かしい出世や光秀が比叡山焼き討ちなどでも武功を挙げている戦国武将であることを考慮すると、信長を討ち天下を取る野望を抱いたとしても不自然ではないのかもしれません。信長の死という結果を見れば、光秀には信長に対する殺意があったことは明らかで、そうする理由も明確に存在していたはずです。それが何であれ、天正10年1582年6月2日、織田信長、信忠親子を同時に討てる好機は明智光秀だけに与えられ、実行すれば一時は光秀にとって望ましい方向に物事が進んだのです。新朝後期に戻り、計画を練り上げた後の光秀は老の坂、山崎、摂津というルートで進軍すると兵に伝えます。くつかけで左に行けば京へ、右に行けば山崎へ向かいますが、先に相談した武将たちが先陣により左へ曲がり京に向かいます。川澄太閤記では光秀は安田国継に味方勢から本能寺にこのことを知らせに参る者もあろう、そのような卑しいものを見れば切り捨てにせよと命じます。国継を見た農民が逃げたので罪のない者たちでしたが、国継は念のためその者たち 2,30 人を切り捨てました。光秀は桂川に着くと全軍に馬の靴を切り捨て、価値の者どもは新しいわらじ足中に履き替えよ、鉄砲の者どもは火縄を一尺五寸に切り切り口に火をつけよ、五本ずつ火先を下にして掲げよと筆を伝えさせて川を渡りました。新朝後期によると桂川を越えると明け方になっていました。川澄太閤記では今日から殿は天下人におなり遊ばす、よって下々の草履取りに至るまで勇み喜べと筆を伝えたと記されていますが、そうではなかったかもしれません。本庄宗衛門覚書によると、光秀の軍勢の先頭にいた本庄宗衛門は徳川家康が京に来ていたので、明智軍が山崎ではなく京へ向かったのは京にいる家康を討つためだと思っていたのです。信長を討つと知らされていなかったので、光秀が天下人になるとも聞かされていなかったようです。宗衛門は橋に一人いたのでその者の首を取ります。本能寺に入ると門は開いていてネズミすらいません。白い着物の女性を一人捕らえると、女性は上様は白い着物をお召しになっていますと言います。宗衛門は上様が信長を指しているとは思ってもいませんでした。宗衛門の覚書から広大な本能寺に兵はほとんどおらず、静かに容易に御殿まで到達できたことがわかります。再び新朝後期に戻り、光秀の軍勢は信長の宿所本能寺を包囲し、兵は四方から乱入します。信長と御召集は最初下々の者たちが喧嘩をしていると思いますが、そうではありませんでした。明智勢は時の声を上げて
御殿へ鉄砲を撃ち込みます。信長がさては謀反だな、誰の仕業かというと、森蘭丸が明智の軍勢と見受けますと答えます。信長は是非に及ばずと一言発します。馬屋から明智勢に切り込んだ4名が討ち死に、他にも中元の者たち24名が馬屋で討ち死にします。御殿の中では森蘭丸ら森三兄弟が討ち死に、そして敵勢をしばらく押しとどめ比類なき働きをした高橋虎松、町の宿舎で返事を知り敵勢に紛れ込んで本能寺に駆け込んだ湯浅直宗と小倉松寿の2人、他にも20名が討ち死にします。信長は弓を取って2つ3つと取り替えながら防戦しますが、どの弓も時間が経つと鶴が切れてしまいます。その後槍で戦いますが、肘に槍傷を負って退きます。それまでそばにいた女性たちには、女たちはもうよい、急いで脱出せよと言って脱出させます。御殿には火をつけられ、炎が近くまで迫ってくると、信長は御殿の奥へ入り、内側から納戸の戸を閉めて切腹します。享年49でした。信長の長男信忠は本能寺襲撃の知らせを受けて信長のところへ向かおうと宿所の明覚寺を出ますが、村井定勝親子3人が駆けつけてきて、本能寺はもはや破れ、御殿も焼け落ちました。敵は必ずこちらへも攻めてくるでしょう。二条の新御所は構えが堅固で立てこもるのに良いでしょうと言います。そうして秀忠は二条の新御所へ入り、二条の新御所の主である実仁親王と後の御用勢天皇を戦場になるということで脱出させます。評議においては退去なさいませと逃げることを進言する者もいましたが、信忠はこれほどの謀反だから、敵は万一にも我々を逃がしはしまい、増兵の手にかかって死ぬのは後々までの不名誉無念である、ここで腹を切ろうと言います。そうしていると明智勢が攻め寄せてきたので、信忠の兵は次々と撃って出て戦います。明智勢はこの先久の屋敷の屋根に上がって御所を見下ろせる位置から弓と鉄砲で攻撃します。信忠勢は負傷者死者が多くなり、戦える者が次第に少なくなっていきます。明智勢はついに御所に突入し、建物に火を放ちます。信忠は私が腹を切ったら縁の板を引き剥がし遺体を床下へ入れて隠せと言い、解釈を鎌田新助に命じます。炎が信忠に迫ってくると信忠は切腹し、鎌田新助は首を打ち落とし、命令通り信忠の遺体を隠しました。信忠享年26でした。新朝後期から信忠と明智勢の戦場となった二条の新御所に実仁親王とその家族がいたことがわかります。戦いに巻き込まれて命を落とす可能性もあったことを考えると、一部の者の関与があったとしても本能寺の変に朝廷が黒幕として大きく関与していることはないと思われます。また光秀は本能寺の変の後、襲撃を勅命によるものであると告げてもいません。秀吉との戦いを前に細川藤孝や筒井純慶らに味方についてもらえていないのにです。朝廷側からの依頼であれば名前を使わせてもらいたいでしょうから、関与があったとしても光秀側からの一部の者への協力要請程度ではないでしょうか。足利義昭黒幕説も同様に義昭の名前が出てこないので可能性は低いと考えられます。新朝後期に戻り、6月2日辰の刻午前8時頃、信長親子を討ち果たした光秀は逃げ延びた者がいるだろうから家々を探せと命じます。光秀は近江の軍勢が攻めてくると考え、直ちに京都から瀬田に軍を進めます。しかし瀬田城の山岡景隆は光秀の味方になることを拒み、橋を焼き落とし居城に火をつけ山中へ退去します。このため光秀は守備の部隊を置いて自身は坂本へ帰陣します。信長信忠ともにその遺体が明智勢に発見されることはありませんでした。二人は命を失いながらも自分の首が敵に利用されることを防ぎました。絶体絶命の中最善を尽くしたその執念は、秀吉が中国地方から戻ってくる際に中川清秀に送った上様並びに殿様はいずれも難を切り抜け逃れているという嘘の内容の書状に効力を与え、中川たち摂津を味方につけた秀吉に勝利をもたらした要因の一つなのかもしれません。この続きやその後の家康のことなどもいつかまた動画を作りたいと思います。本能寺の変について考えさせてくれた仁王には感謝したいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。